スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。FX 業者さんの悪評動画シリーズで同じ会社で日本っていうのはやるつもりなかったんですけども、ちょっと見つけてしまったので、やることにしました。ということで、YJFX の悪評動画第2弾。前回のものは動画解説欄に URL を貼っておきます。でですね、YJFX は、2016年2月に、情報漏洩事件を、はい、起こしました。で、その時に私もまあその被害者というか個人情報を持ち出された一人だったんですよ。で、まあそれをブログ記事に書いたりで、一悶着 YJFX さんとまあ会ったんですよね。で、今回また問題を起こして、金先協会から勧告の処分が出ています。まあ勧告っていうのを調べたんですけども、まあ行政処分まではいかないけども、まあ注意みたいなものですよね。でも内容的に結構なんか悪質なんですよ。で、ざっくりと、書きますと、まあ、要は従業員がですね、端末を不正利用して、自分の母親と、そして友人の口座が有利になるような為替レートを配信したようなんですよ。要は、為替レートをいじったようです。で、そのことによってですね、もちろんその、二人分だけじゃなくて、為替レート全体が変わるので、YJFX の、それで影響を受けた人がなんと、はい、こんだけの人数。ね。で、まあ、この中には損失が出た方もいらっしゃって、その分はもう補填済みとのことです。まあ、結構これ、大事だと思うんですけども、どうなんですかね。で、その、見つけた、金先協会ですね。そこの、URL、貼っておきます。ちょっと今回の動画も、あ、ごめんなさい、今回の URL も、H、頭の H を抜いて貼っていますので、HTTP の H をつけてください。で、ちなみにそこでは、楽天証券も、やらかしています。それも書いてあります。はい。でですね、まあ、楽天証券も YJFX もネット上で結構ね、評判あんまり良くない業者なんですよ。で、今回その YJFX に関してね、これ例えばこれ FX 以外でもですよ、なんか過去になんかやらかしたとこの方が、逆にね、そこからしっかりして、安心して使えるよね、なんていうこと言ったりするんですけども、いや、そんなことはやっぱりないかなと思いますね。これ FX 業者に限らず、例えば自動車業界とか、ね。一回大きな問題起こしたとこ、また問題起こしたりしますよね。なので、企業体質っていうのはなかなか変わらないのかなと。まあ、正直この YJFX の前身ってサイバーエージェント FX だったんですよ。まあ、どっか全然違うところに身売りしてほしいんですけどね。LINE とか例えば。で、結局、身売りしても、中の従業員一緒だったら意味ないんで、もうバッサリとその体制変えるようなとこに身売りした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。結局そのヤフー傘下に入ってから、なんか、どう大きく変わったのか良くなったのかっていう部分見えませんしね。トレードコレクターとか、あと MT4 なんかもサービス終わったりとかっていうこともあって。ということで、まあちょっと話し始めると長くなりますので、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。